皆さんこんにちは、森有里です。はい、今日はですねラッシュの購入品をラッシュの購入品を紹介したいと思います。ラッシュはね、ラッシュ発音が未だに分かってない。ラッシュキッチンっていう工場見学のなんていうんですかね、まあブロガーとかも私やってたので、今もたまにやってるんですが、なんかそういう感じでラッシュキッチンにお邪魔したりとか、今日は普通にまあラッシュが好きで買ってきたんですけど、まずはじめにこちら、じゃん。はい、かわいいよねこれね。あっくんが作ってるやつです。作り手さんがいるんですけれども、トゥーシーフェアリー音フェチできそう歯磨きパウダーになります。ピンク縛りで全部パケモピンクなものを買ってきたので、もうこれはね前から使ってるんですけど、もうとにかくなんていうのかな、味がすごくストロベリー、果物って感じの、フルーツって感じの味がします。ほい、いい匂いで、これねちょっと見ると分かると思うんですけど、ラメがキラキラとしてるの分かるかな、ラメが入ってるんです。ほらこんな感じで、なんかラメホロみたいな感じですね。でこれを歯につけてこう洗うんですけど、すごくおしゃれな歯磨き粉です。そしてこちら、じゃーん。これはね結構前からね使ってるんですが、作り手さん今回は見えないけれども、惜しい、アリスじゃなくてですね、アイスさんでございます。アイスって読むんかな、毎回これなんて読むんだろうと思うんだけど、作り手さんをいつも見て選んでます。なんか別にこうどの作り手さんがいいとかっていう、まあ方もいらっしゃると思うんですけど、私は特に誰々がいいとかっていうのはなくって、まあその人が作っている時とか製造日と使用期限とかもらし書いてあるので、その時に一番長く使えそうな人を選びます。今回買ってきたのがこのリップカラーのピンクボムジェルなんですが、ちょいと待ってね、開かないんだよね。硬いよ。パケ破れた。見て、パケが破れた。ピンクが破れた。泣いた。私気になっちゃうんだよな。大型だけどこういうの気になっちゃうんですよね、私。なんか、でもなんか、ポジティブに見るとおしゃれに見えてきた。はい、まあいいや。で、こんな感じです。カラーはこんな感じのピンクでございます。なんかスティック塗りみたい。これは、ちょっと今、これを取ってから。つけてみたいと思います。そして最後に、はい、こちらでございます。今ちょっとこれが取れちゃうけれども、リップスクラブのバブルガムフレーバーです。でこれがわこさんっていう作り手さんが作っているものになります。はい、今ので結構テンションがターンと落ちてる。これは毎回使ってます。なんかねキャンディーみたいな感じの味がする。開けるとこんな感じです。かわいい。あーかわいい。もう匂いでさえかわいい。かわいいです。ということで今から一回これを外してつけてみたいと思います。はい、落としてきました。今日のティントは結構スルッと取れた。肌の色によって本当つき方が全然違うから、みんな試してみてほしいです。はい、こんな感じで色がつきます。こっちにやってみますね。これ一回、二回、3回、4回、5回、まあだいたい5回ぐらいやるとちょっと濃いめになりますね。1回でもこんだけつくのでナチュラルにつきます。もうね、匂いも本当にキャンディーみたいな、もうコットンキャンディーみたいな匂いがして、すごくもうファンシーな感じの気分になります。保湿力もあるので本当にこれ1本でも全然いいんですけど、私はこのスクラブを使って、週に1回ぐらいこのスクラブを使ってちょっと乾いたりとかしてたら、まあこうくるくるくるっとマッサージをしてケアをしたりしてます。スクラブの使い方についてはまた動画が撮れたら撮りたいと思いますので、今日はこれにてドローンしたいと思います。森有里でした。せーの、おつわり、バイバイ、ありがとうございました。はい、そしてこちらお久しぶりでございます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。ということで、もうすぐ登録者さんも4万人いきます。ありがとうございます。
もうね、 YouTube やって5年目、3万人っていう数字が見れる日が来るって私、まあ、毎度言うんですけど思ってなかったので、本当に変な感じです。皆さんにこうして見ていただけてるからこそ私はここに座ってられるので、こうやって画面越しにお話もできているので、これからも無理やりよろしくお願いいたします。では無理やりでした。バイバーイ。